こんにちは。シスコでエンジニアをしております、たけしです。ACI 動画解説シリーズということで、ACI の基本の基礎からご紹介していきたいと思います。今回の動画では、APIC の初期セットアップを行う方法についてご紹介します。今回の動画では、ACI シミュレーター 4.2.7L を使って APIC の初期セットアップについて見ていきます。APIC の物理アプライアンスの初期セットアップを行う場合は CIMC から KVM コンソールを開きます。このように対話式の初期セットアップダイアログが開始されますので各種設定値を入力していきます。まずはファブリックネームに任意のファブリック名を入力します。次にファブリック ID を入力します。多くの場合1のままで問題ありませんが、マルチサイト構成の場合には設定値を考慮する必要があるシナリオが存在しますのでご注意ください。次に APIC の台数を入力します。3ノードでクラスターを組んでいる場合が多いかと思いますので、ここでは3と入力します。検証用に1台の APIC だけで動作させるような場合は1と入力していただいても大丈夫です。次に Pod ID を入力します。マルチポット構成の場合は適切なポット ID を設定してください。今回はそのままエンターを押します。続いて、この APIC はスタンバイノードかを聞かれるので、今回はノーと入力します。N プラス1の構成で対象の APIC をスタンバイノードとして構成する場合は、ここで YES と入力してください。次に APIC のノード ID です。ここでは1と入力します。コントローラーネームは APIC のホスト名を入力します。続いて、TEP アドレスプールの設定です。ACI の内部で使用される各種 TEP アドレスが、ここで設定したレンジから払い出されます。SLA16 での設定を推奨していますが、最小で SLA23 でも設定することができます。必要になる TEP アドレスの数を考慮して、この値を決定してください。また、APIC の内部で使用する Docker Zero ネットワークとの重複を避ける必要があります。Docker Zero はデフォルトで 172.17.0.0 SLA16 を使用します。これ以外のレンジを使用するか、または Docker Zero で使用するレンジを変更してください。TEP アドレスプールは後から変更できない値となっていて、もし変更する場合には、パブリックを初期化する必要がありますので、注意して設定してください。続いてインフラ VLAN の設定です。Nexus で予約済みの3968から4094は避けて設定する必要があります。また、UCS パブリックインターコネクトを使用している場合は3915より小さい値で設定することを推奨しています。インフラ VLAN も後から変更することができない設定値になっていますので注意してください。次に BD マルチキャストアドレスです。これはパブリック内で使用されるマルチキャストアドレス用のプールになります。この項目も後から変更できない設定値のため注意してください。ここではデフォルトの値を設定しますのでそのままエンターを押します。次にアウトオブバンドマネジメントインターフェースで IPv6 を使用するか聞かれるので、ここでは NO のままエンターを押します。続いて IPv4 の管理アドレスを聞かれるので入力します。ここで設定したアドレスが APIC の管理 GUI にアクセスするときに使用する IP アドレスになります。続いてデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。続いて管理インターフェースのスピードとディプレックスを聞かれますので、ここではデフォルトのオートのままエンターを押します。次に、管理ログイン時に使うパスワードについて、複雑なパスワードだけを許可するように設定するかどうか確認されます。ここではデフォルトの YES のままエンターを押します。続いて、アドミンのパスワードを入力します。確認が求められますので、同じものをもう一度入力します。ここまでで設定した値で問題ないか確認されますので、もし途中で入力を間違ってしまった場合には、ここで Y を押して訂正してください。
N を入力すると APIC が再起動し、初期セットアップが完了になります。APIC が起動してきたら、先ほど設定した管理 IP 宛に GUI でアクセスできることを確認してください。以上で APIC の初期セットアップは完了です。今回の動画は以上になります。もっと詳しく知りたいという方は、Cisco カスタマーサクセスが提供する ATX ACC をぜひご活用ください。詳細は概要欄に記載しています。今回の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。